どいつもこいつも逃げやがってな、勝負から。はい。おしょし。おしょし。はい。今大丈夫？放送中？あ、放送中大丈夫です。うん、大丈夫？勝負の方。逆にこっちのセリフなんだけど。なんか今月なんか用意して隠し玉は用意してある。隠し玉だから25日からが本番だよ。どうなの25日から。でもガチやばいことになってるからね。どうやばい。例えばどうなるの。今のところで言うと、1日計算で、もう金梅の方が例えば800発1日で平均上がらないと勝てない状態なんだけど、花火が800発でしょ1日平均で、そんな余裕だよ。だって1000発とか余裕でいっちゃうよ。25日から25から一気に1000発もうひどいと、ひどかったらもっと1万発とかいくかもしれない。だってアイラ今400万しかないじゃん、ポイント、ポイン用がない。1万発？ 1 万発とかいっちゃう可能性もあるからね。1000万円？うん、そんな余裕でいっちゃうよ。それだけの経済動かしちゃうから。経済動かしちゃうから。1000万だよ。そうだよ。適当だろ。それ適当でしょ、もう。適当じゃないって、経済動かすぐらいの力持ってるんだよ。ぶっちゃけここ数日忘れてたでしょ。いや、あれはね、しぶしぶ新野鳥に付き合ってたんだ。いや、もうそうなんだ。だから俺はまだ余裕を残してるってことだからね。いや、それでも、それどうなんだろうね。来なかったらどう、大丈夫？いや、でも渋谷の話は大丈夫だもんね。それは間違いなくやるよ、罰ゲームはね。もし負ければね。それさ、でかいこと言って、負けて、渋谷やるっていうパターンの美味しい。まあそれでもなお結構でも今日の負けなんか終わってるからね。だって今日はもうすでに20万ぐらいもらってるよ、前枠で。マジで？
うん、今枠開け直して15分で、まあ花火上がってないけど、うん、ああそう、まあ、だから今日デイリー1位だから俺、あ、それは多分ないんじゃないかな、うん、まあわかるよ、20万、30万ぐらいもらってるから、ね、マジで25日から行くよ、1万発上がんの、毎日1000発上がると思う、花火が。マジで？うん。1000発上がんの？だから俺は、だから深夜町とかと構ってたのは、余裕があるからだもん。あ、ガチなんだ。そう、あの、取っといてって言ってあるんだもん。あ、なるほど、裏で。そう。で、本当なのそれ。一気に爆投げしてもらうから。ドライバーズ、うん、ドライバーズハイを流しながらね。いやなんかネタ臭いんだよな。100万円だよ。まあビビるよ本当に。100万上がる？うん。経済動かしちゃうレベルだからね。1000発100万だよ。うん。上がる？上がる上がる、100万ぐらい。今のところはまだ上がってないけど、それはもうあれだ、うん、後で回してるから上がってないの。そう、今のところはだから給料日に入ったら上げるっていう人がいるから、うん、だからそ今だからセーブしてるだけなの。給料日って言っても、あ、そうか、全部合わせて100万いくってことも、いや、そうだ、給料日だから僕の女性リスナーで、ね、あの月収2000万とか人いるから。マジで？うん、月収2000万とかいう人が、うん、その人が今バーン来るからね。本当なのね。うん。いつも待って、一回もわかんないんだけど、その本当の本当かどうか全く。まあ25日になったらわかるよ。やべってなる。うん。ちょっと待ってね。え、じゃあマジじゃん。マジアイラが罰ゲームに。コメントがマジじゃん、そっちの。うん、本当だよ。いやーずるいなー、俺も下にいたかったわ今。ずるいなー、なんかさ、勝ってる方がこうやってなんかやっぱりこう、ま、うん、一気に巻き返しちゃうからさ、これ。え、マジでビップリスナーいるの？え、マジで？うん。だから要するに最終日に巻き返して遊ぼっかなみたいな人もいるからね。ガチで？うん。今はちょっと余裕を持たしておいてみたいな。え、じゃあ例えば、うん、例えば今月25日過ぎても、うん、まあまあ今月終わって、うん、何もなく、うん、まあ、一日何百発ぐらいは上がれど、うん、まあ、ぼちぼちで終わった場合はもうどういうことなんですかね、そういう場合は。あ、だからそういう心配はしなくていいよ、マジで祭りが起こるから、月末にもう賞賛があって戦いを挑んでんだからね。話は遡るけど、うん、結構ガチ。なんかみんなわかんないよね、オースだな。アイラをギャフンと言わして遊ぼっかみたいなリスナーさんがいたんだって。いやいや、怪しいな、なんか。ね、いや、でもそんな使い方ないんじゃないの話。いや、わかんないよ、アイラくん。月末一気に巻き返されたらどうする？いや、それはちょっとびっくりするけどね。坊主に3000発ぐらいしか用意してないから。え、やばいな。3000発 ?3000 発ぐらいしかないですね、あと。それは今確定してる感じのやつなの？あ、確定してる感じのやつ。へぇ。だからまぁちょっとなんか抜かれそうだったら行こうかなっていう。3000発か。じゃあこっちは、ね、1万発以上用意しばれたんだ。1万発絶対嘘でしょ。パン食ってるし絶対嘘でしょ。これは嘘だね。いや、
だからこれもう最終日でもう本当に決まるよ、俺はこの勝負は。マジ